ホンダ、新型 NSX、フルモデルチェンジ、3.5 リッターツインターボタスハイブリッド、最高出力 573PS。JC08 モード燃費15から16km、日本発売は2016年7月30日発売。1840万円から2400万円。ホンダは、新型 NSX のフルモデルチェンジを行い、日本では2016年7月30日に発売する。2015年1月12日に開幕する北米国際自動車ショーにおいて、新型アキューラ NSX 市販モデルの発表すると決定した。NSX は、1990年9月から2005年12月に販売されていたツーシーターのスポーツカーである。コンセプトモデルから市販モデルとなり、全長 4470mm、4390mm、全幅 1940mm、1915mm、全高 1215mm、ホイールベース 2630mm となった。NSX といえば横置きながら、切れ味鋭い NA エンジンを思い浮かべるが、新型では縦置きに改め、さらに、V 型6気筒直噴 3.5 リッターツインターボで、最高出力 500PS 最大トルク 550Nm だ。新開発の9速 DCT、デュアルクラッチトランスミッションと組み合わせである。当初の最高出力は 480PS と言われていた。SH4WD、3つのモーターアシストするハイブリッドで、フロント3つの左右独立したモーターと、リアモーターによるシステムを支えるモーターを見ると、9速 DCT に内蔵されるリアモーター 90kW が、パワーと燃費をアシスト。それに、前輪左右で、トルク差をつけるフロントモーター 15kW が、左右につき、異次元のハンドリングを実現する。これにより、システム最高出力は、573PS、システム最大トルクは、646Nm となった。タイヤサイズは、フロント 245-35Z、R19、リア 295-30Z、R20。ボディも軽量化を図り、カーボン素材をかなり使用し、車両重量は 1725kg だ。0から 96km、加速 3.0 秒で、最高速度 307km、である。クワイエット、スポート、スポートタス、トラックの4つのモードがある。インテグレーティッド、ダイナミック、システムという、エンジンや電気モーター、ギアボックス、シャシーに加え、エンジン音のレベルまでのセッティングをダイヤル切り替えすることができる。フェラーリ458イタリア、フェラーリ488にも負けない性能になると言われている。しかし、ハイブリッドシステムにより、JC08 モード燃費で15から16km を記録できると思われる。そして、第44回東京モーターショー2015、10月30日から11月8日で日本初公開することが決定した。市販モデルの新型 NSX は、2015年後半に、米国で発売を開始する予定だったが延期となり、その後、販売価格と受注開始時期を発表し、受注は2016年2月25日からと決定した。日本では、2016年7月30日に販売を開始することになった。工場装着オプションを含めたメーカー希望小売価格は、日本円にして1840万円から2400万円だ。日本でも、ほぼ同じ価格となることが予想される。本日はご視聴いただきありがとうございます。愛車を高く売りたい方、また、現在所有するお車の、査定金額を知りたい方は、画面下の説明文の URL を今すぐクリックしてください。傷だらけでも凹みだらけでも、問題なし。廃車覚悟の10年落ちの愛車が売れた。無料で、あなたの車を、65万円高く売る方法を公開中。詳しくは、説明文の中のアドレスをクリック。なお、ご視聴した車チャンネルの動画の評価もよろしくお願いいたします。グッドクリックやコメントの機能から、あなたの評価をお待ちしています。今後も、他の動画を視聴いただければ、チャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございます。